感じ。御前峰到着です。よいしょ、ほら御前峰白山奥宮。これは男性化になります。受粉して、受粉するとこのように両性化になります。ヒゲが生えて男性化と両性化で、受粉してこのように両性化になると種をつけて種ができるんですけど、クロユリは種で増えるのはほとんどなくて、ほとんどは球根で増えていくって言われています。はい、ほんでお花が咲くまでに 7,8 年かかると言われてます。だし、ここをこうやって咲いてるのはもう何年と長く生きてるっていうような証拠で、本当に成長するまでに時間がかかって、1センチになるまでも本当に1年2年かかるというふうに言われてます。三本桜の花の枚数、うん、何枚に見えますかね。10枚何枚に見えますかね。あ、もうそうやって言ったら1枚。1枚ですか。なかなかない答えですね。なかなかないですね。ないですか。できれば10枚と誰かに言ってくれたんですけど、一応、はい、そうなんです。10枚に見えますけど、はい、ハートになってるのが1枚で、はい、花びら5枚ですね。はい、とても可愛いお花、白山を代表する白山という名がつく白山小桜。白山小桜です。はい、はい、そうです。すみません、まだまだ未熟者で全部を説明しきれてないと思いますが、楽しんでいただけたらありがたいなと思います。また何かわからないことありましたら声かけていただければいいかなと思いますので、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いやびっくりした。あれが上がれ。今日どこ行ったの？体脂肪。体脂肪。これまで気づかなかったけどあったんかな。うわ。はい、おはようございます。今ですね、3時20分、周りですね、行きましょうか。真っ暗です。山小屋の前に今いるんですけど、今から山頂を目指して、出発したいと思います。40分か50分ぐらいで着くみたいなんで、だいぶ早く着いちゃいますけど、準備できちゃったんで行ってきたいと思います。行ってきます。白山奥宮、ここからスタートです。
よいしょ。山頂見えないよ。うん。あ、これ何やったっけこの花。本当に。何やったっけ名前。これ白いちっちゃい花。よいしょ。奥宮出てきます？白山姫神社の奥宮がここにあります。本当だ、雰囲気変わった。おここか。ここだ。ここだ。テレビでよく見るとこ。御前峰到着です。はい。日の出スポットに行きましょう。これ見えるんかな。よいしょ。こんな感じ？御前峰到着です。よいしょ。ほら、御前峰白山奥宮。50分ぐらい登ってきたかな。映るかな。よいしょ。真っ暗だぜ。よし、三角点ゲット。三角点ゲットです。よいしょ。はい、御前峰山頂到着。2702m。これね、明るかったらいいんですけど。いいんじゃない。お池があって、正面に御何時峰で、こっちが剣ヶ峰。お池の方行っていきたいと思います。
こけたらどうする。加工工って書いてある。加工だそうです。白山の。チングルマがいっぱいだ。多分チングルマ。さよなら。また来ます。ああ、行っちゃった。また来なか。はい、行きましょう。